ジェーン・ディグビー、1831年、ヨーゼフ・スティーラーがジェーン・エリザベス・ディグビーは、イギリスの貴族。六度の結婚と、幾多もの恋愛遍歴を重ねた。海軍帝督ヘンリー・ディグビーと、妻ジェーン・コークの子として、同セットで誕生。彼はいくつもの先行を立て、トラファルガーの戦いでは、ホレーショネルソンの下で、戦艦アフリカの艦長を務めた。ジェーンの母方の祖父は、 初代レスター博、トーマス・コークという名門の家柄であった。ジェーンはパメラ・チャーチル・ハリソンの先祖にあたる。最初の結婚相手は17歳年上の第二代エレンバラ男爵、エドワード・ローであった。当時としてはごく普通の親が決めた結婚だった。1824年10月に彼はインド総督となった。二人の間には長男アーサーが生まれたものの溶接している。 自分の重慶ジョージアンソンとのジョージの後、オーストリア人外交官、フェリックス・シュバルツェンベルクと深い仲となり、1830年にエレンバラ男爵と離婚した。これは当時の大スキャンダルとなり、二人はイギリスにいられなくなった。彼がパリへ立ち、ジェーンと手を切るまでに、二人の間には子が生まれていた。ジェーンはミュンヘンへ行き、バイエル号ルートビヒ一世の愛人となった。 王が画家、スティーラーに命じて彼女の肖像画を描かせている。王の寵愛を得ながらも彼女が求めたのは権力でも名声でもなかった。彼女は王との関係と並行してバイエルン貴族、フェン人間男爵と関係を持って一時を設け、二人は1832年に結婚した。彼女はギリシャ人伯爵スピリドンテオドキスと恋に落ちた。 妻の不義を発見したフェン人間は、テオドキスと決闘し、負傷した。彼は、離婚に同意し、子供たちを引き取った。1841年に、テオドキスと結婚し、ギリシャへやってきたジェーンは、今度は、かつての愛人ルートビヒ一世の次男で、ギリシャ王のお葬儀一世と関係を持った。新しい恋に踏みとどまることを知らないジェーンは、テオドキスとの間にできた息子が6歳で、 事故死したのをきっかけに、1846年、彼と離婚した。ジェーンの次の相手は、アルバニア人将軍だった。将軍とは言うものの、彼は、自らの部下を引き連れた、山賊同様の暮らしをしており、ジェーンも彼に従って山小屋に住み、乗馬や狩猟をした。彼との関係は、彼のフラチな女性関係に呆れたジェーンが身を引くことで、終わった。 46歳となっていたジェーンは中東を旅していた。彼女はシリアで案内人を務めたベドウィン、シーク・アブドゥル・ミジュエル、エル・メズラブと恋に落ちた。彼はシリアでも有力なメズラブ族の長で彼女より17歳年下だった。1854年、ジェーンはイスラム教に則っ,って彼と結婚し、ジェーン・ディグビー、エル・メズラブと名乗った。1年のうち半分を 遊牧民として、ヤギの川のテントで、アラブの民族衣装を着て暮らし、また別の時には、ダマスカスに建てた宮殿で暮らした。彼女は、シークとの幸せな27年間の結婚生活の、後、心臓発作のためダマスカスで没した。ありがとうございます。